とうございます。第2回、じゃあ今日は集客について、これちょっとあれかな、まあ一人親方とか、まだまあ一人親方はまあ勉強になるかな、まあただこれから独立したいっていう人向けのちょっと話じゃないんですけど、折り込みチラシ、集客、お客さんを集める集客で、折り込みチラシについて、あ、ちょっと待って、マイク入ってみるかも、ごめんなさい、折り込みチラシ、集客についてのちょっとお話をしたいんですけど、そうだね、まず集客って、まあこれから集客しようと思ってる人っていろいろ考えてると思うんですけど、まあ、一つ、まずはその集客の第一前提として、まあ何ちゅうかな、まあなんかお客様って、まあ塗装で悩んでる人って、まあその自分の周りにおるわけじゃないですか。何ちゅうかな、まあ例えばうちで言ったら名古屋市港区の人、まあ南区でも東京でもどこでもいいと思うんですけど、で何ちゅうかな、お見合いみたいなもんじゃないですか、見積もりって、塗装って。多分相性とかあるし、うちの従業員営業マンでも得意な人不得意な人っておると思うんですけど、 なんとなくやっぱ相性なんですよね。塗り替え道場もホームページなんか見てもらうと分かるんですけど、結構ふざけたホームページっていうかね、このヘルメットかぶって真剣な話してるやつもいないじゃん、子供ってね。だからその肌に合う人っていうのが多分お客さんになると思うんですけど、なんちゅうんかな、その集客に、なんかこれから自分が、まあやったことない人にの話なんだけど、なんか自分なんてダメなんじゃないかって思うのは、それは間違いだと思うんですよ。で、僕ももちろん一番最初に集客始めた時は折り込みチラシだったんですよ。で、折り込みチラシやった時は、まあ正直お客さんいなかった、ゼロ、塗装やったことない。だけど、だから俺はそのなんか、まあ、知り合いの紹介から塗装屋として大きくなったんじゃなくて、トキの会社で、まあ、ある程度行って、まあ、従業員が十何人ぐらいだったかな。で、まあ、いろいろ考えて、まあ、小冊子とかも作ってるんで、そこにもいろいろ書いてるんですけど、塗装屋をやろうって決めて、やり始めた時に、じゃあどうやってお客さんと出会おうと思ったら、何もないから、折り込みチラシの先にやったんですよ。だから、これみんな見て、従業員だって一人二人からでも折り込みチラシなんかやるべきだし、まあ、よく今度の、まだ来週の金曜日のライブか、ライブで寺西君と集客についてやろうかって言って、その時にまた質問とかあったら、書いておいてくれたら、その時質問返すんで、また書いておいてくれたらいいんですけど、やっぱ寺西君も言ってたね、前の会社でやっぱ集客やるぞって言って、じゃあ飛び込みとかね。だけど飛び込みって、まあこれお客様も見てるで思うと思うんですけど、やっぱ信用できないじゃん。俺もなんか飛び込み営業とかポストにチラシが入ってるとか、やっぱあんまり嫌だったもんね。嫌だとか、嫌だよね、今でも。なんだここ怪しいなと思うんですけど、新聞折り込みっていうのは一つ、なんか今反響が悪くなったとかなんだっていうし、その新聞購読率っていうのが下がって、まあね、職人さんやってたら分かると思うんですけど、新聞なんか読まなかったでしょ。読まないですよね。俺もなんかいい年こいてから少年ジャンプとか読んでたけど、マガジンとかね、なんか新聞なんかその読まなかったし、読む人の気持ち分かんなかったけど、まあなんか年取ってきたら気づいたら新聞読むようになって、まあ今また全く読まないんですけど、なんちゅうかな、まあでも新聞ってまあ撮ってる人がいるし、まあ、その出会いの場って大きいですよね。なんで皆さんがその新聞やってみようというのは、一人親方でも新聞折り込みやってもいいと思うし、なんちゅうかな、十分、ただ嘘書いたり、なんかわけわからん大きい会社のふりして送っちゃうとダメだけど、まず俺はその逆に俺がお客さんだったら、塗り替え道場みたいな大きいとこで頼むより、なんか個人さんに頼めんかなとか、まあ心配だよね。まあうちの売りとしては安心できて塗装できるっていうのが売りでしかやっていけないじゃないですか。でも安さ勝負で、例えば一人親方とかね、これ聞いてるとして、僕は一人親方だから安くやれます、足場は自分でかけるか、まあ頼みます、塗り替え道場に頼んでくれたらやるよ、うちはで、まあそれはいいや、足場は外注ですけど、塗装安く絶対できますん でいい仕事してます、大手ゼネコンの仕事もしてます、ね、ハウスメーカーの改修工事やってますっていうのをチラシに書いていいと思うんだよね。
でそれで、であのなんかよく本とかもアマゾンとかで本とか探すとあると思うんですけど、チラシはラブレターってあるんですけど、僕もやっぱチラシってもう12年間チラシ打ち続けて、もう多分何億円ってチラシだけで使ってるから、すごい勉強したし、いろんなことやったんで分かるんですけど、なんかそうそう、チラシなんかもうただのラブレター、逆に、うん、なんかもう別になんか新聞に入れるってビビるじゃないですか、うん、だけどまあみんな全然入れた方がいいでしょ、お客さんは喜ぶでしょ、うん、ただその選択をしない人もいる、絶対ね、いや大きいしっかりしたところで頼みたい、安心できるところで頼みたい、で僕らももうそこのターゲットっていうか、そこのねお客様とやり取りするつもりでいるし、だから、ね、うちはもう安いですよ、うん、一人親方が塗るより安いですよ、それ嘘じゃん、だけどまあうちは自社職人で、足場もシーリングも全部自分でやるからね、どこでやるから、まあ安さも武器であるけど、でまあうちはいいものを安く売るっていうコンセプトで、クラウンをカローラの価格ってまあよく社員にも言うんですけど、まあ そんなことは無理でしょ、でもクラウンがだってカローラの値段で売ってるなんてのはありえないじゃん、だけどそのいいものを安く売るみたいな、でそれはカローラはカローラで安いけど、中古なら安いけど新品ね、だからその必要じゃない部分と必要な部分ってお客さんにとってあると思うんですよね。例えば毎日家に行って建設業に関わっていて塗装のことも詳しい人だったら、一人親方と出会いたいわけじゃないですか、一人親方二人ってやっとる子と出会いたいよね、現場管理できるから、別に自分でチェックできるから、でもそういう人って町内にもいくらでもいるじゃん、だからその折り込みチラシをやるっていうのはまあ一ついい手なのかなと思います。でまあ、今日はその折り込みチラシの話なんで、ホームページだとかなんだとかはしないけど、ホームページでみんなやってるけど、まあ、会って越したことはないし、なんていうかな、折り込みチラシが見てホームページ見るもんであって、なんかホームページ単体で、まあ、あると思うんですけど、そういう塗装屋さんとかもあると思うんですけど、あんまり期待しない方がいいかな、よっぽどお金とか時間とエネルギーかけて勉強して、まあ、今ある、まあ、愛知県でも結構あるよ、ホームページで、まあ、あることないこと書いてる業者で、お客様も僕らが見積もり行くと、まあ、それも今は俺見積もり行かないで分かんないけど、聞くとこんなこと書いてあったらあんなこと書いてあったって言われちゃったと。で営業マン、まあ、アドバイザーもだからどうなんですかこうなんですかとか、そんなんありえんじゃんって、そんなん別に言えいいじゃんみたいな、うん、そんなん ないでしょって、絶対にそんなことありえないんだからとか、まあまあ俺これあんまり言っちゃいいのか、まあ別に特定してるわけじゃないですけど、まあ名古屋でも流行ってるし、ネットでも職人さん見てくれたらもうコメント言ってくれるけど、4度塗りとかね、5度塗りとか今あるんですよね、愛知県、本当にじゃ無理でしょ。で逆にいや できるけど費用全然違うじゃん、だって工事って工数が一番大事でしょ、職人さんが俺らは商品いいんじゃん、っていうことは1工程増やすってことは人気増えるよね、うん、だけどまあやってる業者は多いですよね、だから本当にじゃあどこまで塗るのって、まあ、塗ってないとは俺も見てないから言えないですけど、塗り方にもあるじゃん、1人区で塗る塗り方と、ね、人区っていうのは工数ですね、だから、ね、1人で塗るか2人で塗る、だって1人で1日で終わったら1人区、1人で2日で終わったら2人区ですよね、うん、だから上塗り全部もう一回きちっとね、端部まできちっと入れてちゃんとした3工程がまあ普通だと思うんですけど、4工程5工程入れますっていうのは、でいやそれをうちより安いところもあるんですけど、うん、まあそれ、まあ、俺はありえないと思ってるから、あまあちょっとごめんなさい話がずれちゃったな、チラシの話か、チラシの話、まあそんな感じです、だから俺やった方がいいっていうのがまず一つ、もう一人だけでもやった方がいい、俺本当にそこから始まったから塗装一回もやってないというかチラシ売ってたからね、うん、でまあこれ今うちのやつ紹介します、これ多分結構見たい人いるんじゃないかな、これ映ってるかな、まあ、ちょっと映ってなかったらまたなんか今度ライブの時にも出すけど、まあ、これ静止画で見てくれやちょっと分かるのかな、うん、こんな感じ映ってる、こんな感じね、うん、でまあこんな感じで折り込みチラシは結構汚いんですよ。何言ってたら、まあ僕はあんまり綺麗なチラシじゃなくていいんじゃないっていうのは、やっぱうちにあったチラシで、なんか多分本とか読むとこういうのがいい、ああいうのがいいって言うと思うんですけど、
うちも綺麗なチラシもやったし、いろんなチラシもカラー、フルカラーのやつもやったんですけど、やっぱお客様が来ない。来ないっていうか、まあ、反響率が低いっていうんですけど、それは何ってやっぱ合う合わないがあるんじゃないかな、多分。俺はホームページとか見て、うちのキャラ、俺のキャラ、なのに折り込みチラシはかっこいいとか、そのなんか、それが多分一番大きいのかなと思うかな。あとはその、なんていうんですかね、これ結構こうやっていっぱい書いてるじゃないですか、細かいこと。で、多分この壁にずっとチラシ作ろうと思って、身内、例えば奥さんに見てもらうとか、従業員に見てもらうと、一番、そのね、これ、まあ、一人親方とか、親方にか見てくれてると思って、一番のアドバイスは、その、絶対周りが、ごちゃごちゃしすぎて言ってくるんですよ。これを、今でもまだ言ってくる人おるけど、全然ごちゃごちゃしていいっていう、その、理屈が一つまずあって、それは俺も、まあ、本かなんかで読んだか、勉強したか、ちょっと忘れたんですけど、外壁塗装を考えてる人は、その、読み込みたいでしょ。だって今なんかネットで調べるじゃん。だけど活字を何百字も何千字か読むわけじゃないですか。うん。だから、人間って別に活字が読むのが嫌いじゃなくて、興味ないことを読むことが嫌いでしょ。だから折り込みチラシ、この塗装なんか考えてない人が入ってきたら、もう苦痛でしかないわけじゃないですか、新聞って。ポストにこんなん入っとって塗装考えてなかったら、苦痛でしかないわけですよね。ただその塗装考えてる人がこう書いてあって、綺麗な家の写真がバーンって貼ってあったら、そんで終わりだよね。で、外壁塗装します。100万円です。80万円です。でもいいと思うんですけど、それだけじゃないですか。だけど、うちが書いてあることは、まあ、これさっき写真見せたんで、まあ、いちいち巻き物なんやといけないけど、まあ、こういうことやってますとかね。びっくりする品質とあっと驚く価格の両立を80名の職人のおかげで達成しましたとか。で、そこの下に自社施工にこだわり、工期の短縮、顧客満足度の向上、万全の保証体制を生み出しましたって、これうちの、まあ、メリットですよって職人抱えてるね、 YouTube にもいっぱい出てきているけど、アホな職人いっぱいいますけど、うん、だからまあ職人抱えてるっていうのはもうまず強みでしょ、うちは。だからそれやっぱ書いてるし、あとはまあ3回塗りはもちろん外壁の凸凹の計算にも入れて肉厚をしっかりと作ります。メーカー推奨平米の 135%まあ、当社平均の塗料の出荷量ですっていうのは、まあこれもそうだよね。なんか、まあこうやって言うといかんけど、大層なこと書いてあるように見えるけど、でも塗料ってそうですよね。一貫多分50ミリか60ミリだったかなって書いてあるけど、そんな持たないでしょ、職人さん。ちゃんと塗ろうと思ったら。うん、だからデコボコしてるしね、壁なんか。うん、だから、まあ実際 135% っていうのは、まあ、その時40平米伸びや、まあ40秒だともっとかな ?150% ぐらいいっちゃうかな。その数字がちょっと分からないですけど、ただまあ本当にそういうことですよね。ってことはもうシャビシャビでは塗ってないのは本当だし、うん、よくあるよね、塗装屋さんって、この規定量だけで塗ってくれって元請けが言ってくるやつね、うん、そうするとどうするって、もうスケールやんって、どうすんのって、いやー、まあ、スケールだったら下地を目に入れておいてくれとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、シャビシャビ塗っておいてくれとか、うん、だけどまあうん、まあまあそこはいいや、品質のことだ。まあ、写真の。なんでまあ、これ書いてあることは本当のことだし、まあその自分たちにも書く本当のことってあると思うんです。まあ、これ勉強したいなと思って見てる人だから、まあね、これからやっていくって人が多いと思うんですけど、だって自分たちの強み書けばいいんだよね。まあ僕、従業員と2人でやってるから安くできますとか、保証はできませんってもいいよね、別に。ただ言っていただいたらいつでも直しに行きますで、ね。まあ俺はいいと思うけどな。で、そんな風に言ったら客が来ないで、ね、ほんと来ないし、多分。来ないしっていうんじゃなくて、そのうちに来るお客様は行かない。だけど、それ探してる人は絶対いるでしょ。うん。で、僕らでもそうじゃないですか。従業員、僕も従業員に対して仕事ができる人って募集より、やっぱ、ね、こういうことができる人。だって僕は、まあ、昨日ライブでも言ったんですけど、人間性、まあ、第一重視だから、僕ちはもう素人全然ウェルカムだし、うん、ただその根性があるって変だね、いやしいとかそういうやつはもう嫌いですって、もうはっきり歌ってるから、面接の時にもそれ言うから、だからもう挨拶できないやつはうちはもういらないよって、で挨拶できないと俺も言うし、でよく言う子はまあそのね、他の会社はこうでしたでしょ、で他の会社に行きゃいいじゃんって、でうちはこういう考えで動いてるから、それって社長の勝手じゃんって言うけど、でも俺が作った会社で俺はこれを大事にして、
これが好きな仲間が集まってるわけでしょ。だからこれが好きじゃない人は俺はやめてってほしいし、これを大きくしていきたいっていうわけじゃないですか。だからその勝手に社長の勝手があって、やっぱ従業員の子って言う時あるんだよね。だけどそれは俺知らないよねって。だって俺こういうものを作りたくて作ってて、でそういうものを作りたい仲間で集まってやってんだからさ。だからもうそれだったらよそだよね。だって飛び込み訪問行った方がいいよね。数字の世界だけで生きていきたい、挨拶なんかしたくないね。だったらやっぱ訪問販売行った方がいいでしょ。まあまあまあちょっと話がすぐずれちゃう。意外だ、もう結構喋ってるな。何分や、15分喋ってるわで、そう、まあ、まず何書くかも喋ってるの。チラシの、そう、作成方法、これはちょっと 今業者さんに頼んでデザイン作ってもらってるんですけど、もともとね、僕自分で作ってたのに汚くていいんですよ。で、ワードってあるでしょ、エクセルっていうの、エクセルワード、あれはね、ちょっと使いづらいんですけど、イラストレーターっていうのがあるんですけど、出てくるネットでイラストレーターっていうソフトがあるんですよ、アドビっていうところから。で、これね、本当に何も難しく考えないで、パソコンだけはできる。で、そのすごいことをやろうと思ったら、これデザイン、うちのサムネもデザイナーの人が作ってくれてる、うちの社員のね、デザインの子が作ってくれてるんだけど、なんちゅうかな、文字並べたりだとか、写真、画像、結局なんかもう本当アプリでなんか画像とか動かして文字並べたりするやつあるでしょ、あれのそのアドビなんですよ。だからその今はその多分 CS なんちゃらとか、なんかその名前ちょっとわかんないけど、でバージョンがあるんですよ、 10.0 とか 8.0 で、確かネットでも売ってる、ね、8.0 とか 10.0 ぐらいかな、まあ、それぐらいのやつでも十分なんです。僕が使うやつは 5.0 か、僕これ知り合いに教えてもらったんですよ、僕も。でそれでやった方がもう早いし楽だし、ただ汚いよ、汚いっていうかデザインセンスがないから、そういう意味でね。でフォント、文字のフォントがやっぱさ、こういうのって全部フォントじゃん、フォントっていうか、なフォントでしょ。でそういうのがないから、まあダサいけど、最初ダサくていいし、まあ自分でやってもいいし、まあ業者に頼んでもいいけどね、まあ最初はちょこっと町内に1万部でやってみようとか、5000、まあその値段のことまた後で言うんですけど、少なくやってみようと思ったらね、そんな3万円も4万円もかけて、まあ、3万円4万円でやってもらえないかもしれない、デザインね、最初。だから、まあお金かけずにやった方が絶対いいし、僕はもうずっとやってたよ、1年2年ぐらい自分でやってたから、汚かったチラシも、でそれでいいと思います本当に、で十分、本当文字とかただ自由に並べれるやつで、文字大きくしたりちっちゃくしたりすることができるソフトなんですけど、で本当はもっとプロフェッショナルはこういうハンマー作ったりね、絵で作ったりできるソフトなんですけど、そんなん使わないから、でそんな安い、本当ネットで多分1万とか売ってんじゃないかな、古いやつはね。で十分だと思います。で今僕も今アドビのその製品入れてるんですけど、イラストレーター、これは月々ね、いくら1900円でも使えるかもしれん、ちょっと忘れちゃった、その社員がやってくれたから。でそれはもう月々のやつで今やれるやつがあるから、それやってもいいかな別に。でもう2、3ヶ月触ってわからなかったらやめりゃいいし、で本もいくらでも売ってるわ。まあ今 YouTube、 それこそ YouTube で検索したらなんか文字の並べ方とか文字大きくし方ってやったらもう全部出てくるんで、でこのコツはこの文字の周りに文字を巻くんですけど、こういうね、文字の周りに文字巻いてるじゃないですか、これが袋文字って言うんですけど、これの作り方だけ覚えたらもう十分見やすくなってくるから、どんどん、それぐらいかな。でまずは自分で作るっていうのが一つですよね。であとは次、まあ、金額について、折り込みチラシの金額について、ちょっと僕も今正確な、確か値上がりしたと思うんですけど、名古屋とか読売新聞、中日新聞とか、まあいろいろあるでしょ、あるで値段が、まあ、一概に言えないんですけど、折り込み費用がね、大体名古屋の中日新聞で 2.5 円だったかな、で読売新聞も 2.5 だと思うんですけど、確か関東とか行くとなんか3円だか2円75銭とか、そんな世界だったかな、値上がりして。でとにかく1枚これ折り込みを新聞に入れてまうのに、まあそんなもんですよ、 2.5 円とか3円税別で。例えば1万枚巻いてみようと、1万枚巻いてみたらいくら、なんで2万5000か2万7500円か、まあ、言っても3万円ならないよってことですよ。でこれ今ネットでこれ1万枚すったらいくらになるのって、ネットで今すれるんで、すったら多分1万部でこんなザラシっていうのがザラシ、こんな多分1円いかないんじゃないかな、1万円ぐらいするんじゃないかな、ちょっともう定かじゃないけど 1.2 円、 1.5 円ぐらいかな。でこれ
これ B4 のちょっとここが大きいかな、ちょっとこっちが大きい D4 ってやつなんですよ。 ABCD の D4 までは同じ値段なんですよ。折り込み費用がこの大きさまでがこれマックスで、これよりでかくなると折り込み費用が上がるんで、まあ、この大きさか、たまにあの大きいなんちゅうの A 年とかああいうのあるじゃん、ああいうところだとでかいじゃないですか、うん、ああいうのは高いと思うんですけど、まあ、これはもう別に 2.5 円、うん、で D4 で A4 とかいろいろチラシ別に全然作れるけど、まあせっかく同じ値段で折り込みできるなら大きい方がいいから D4 もしくは B4 で B4 だと思うんですけど、この大きさまあ5だったかもしれない、もしかしたらごめんなさい調べてやれよって感じですけど、ちょっと調べたのか、まあいいか、自分たちで調べてね、ネットでね、まあもう見ながらでも調べるでしょ最悪、うん、まあそんな感じです、うん、でなんで D がいいかっていうと、なんか折り込みした時にここだけちょっと出るんだって、ピュッとね上か下が、だからまあいいらしいわ、うん、だからちょっとでも大きい、だって B4 だと、だって埋もれちゃうでしょ、みんな B4 のチラシだから、だけどこれが D だとちょっと隙間が出るんですよね、でどっちだったか、ちょっとこっちだったかこっちだったかちょっと忘れちゃったけど、ね、全部忘れとる、まあ、ここの隙間がね、ここがね、ここがね、うん、出るらしい、うん、で反響がちょっとでも上がるんじゃねえかみたいなね、目につきやすい、でそのまあ金額、折り込み費用とその折り込みのチラシ費用っていう名前言ったけど、もう一つはその何エリアがあるでしょ、だってさっき1万部で振れる、あの折り込めるって言ったんですけど、じゃあ何部から折り込めるのって言ったら本当に500部からでも折り込める、なんちゅうかな、だからその新聞販売所、うん、あの折り込み販売所ってネットで検索したら多分出ると思うんですけど、あの販売店って言ってあのさ新聞屋さんってあるじゃん、自転車がいっぱい止まっとって原付か、今時は原付ぶわっと回ってて朝からやっとるじゃん4時5時に、うん、だからやんちゃんの子は分かるでしょ、朝帰りとかしたら新聞屋さんいっぱいぶわっと回ってるでしょで、ああいうところがもう、ま、街にそこら中にあるんですよ、だって相当狭いエリアで販売店ってあるんですよ、ちなみにだって名古屋でその人口どんだけだった、70万人名古屋でなんかという多分100個以上あるんじゃないかな、ちょっと分かんないけどあるよ、だって港区っていう、名古屋が何区あるか分かんないですけど、もう分かんないごめんなさい、もうちょっと調べて喋ればいいんですけど、だけど本当にかくもう本当にそう、自転車で行ける範囲ぐらいのところに販売所が点々とあるんだから、その販売店1個でじゃあどれぐらいの部数持ってるかっていうと、大きいところで2500とか5000もあるかな、まあ1万もあるかもしれないけど、だから5000とか、僕ももう折り込みのことをやんないから、ちょっとごめんね、昔は俺全部やってたんだけど、だからその もちろんその中日新聞に持ってたら全販売所に持ってってくれるんだけど、その販売店ごとにも持っていけるんですよ、別に値段も同じ、あのどっちからも同じ、あれ折り込み費用というのは多分販売店の利益で、なんか中日新聞は持ってかないみたいだし、なんか俺もちょっと分かんないけど、その代わりタダで配ってねみたいな仕組みになっちゃうかなあれ、うん、で折り込みっていうのは別に販売店に持っていけるんですけど、だから狭いちっちゃいところ町内の販売所を調べて、ネットで調べて出てくると思うんですけど、1500部とかもうあるんですよ販売所が、でその合計ぐらいは持ってった方がいいと思うんですけど、例えば俺がまあ今今日一人親方2人でやってる、下請けでやってるっていうんで、まあね現場があったら抜けてもいいよって会社が言ってんだったら、例えばその自分たちの会社がある町内のその販売所を見つけて、そこにはマックス例えば2500入れるとかね、で2500入れるとまあ 2.5 プラス2円、あ1円で 3.5 でしょ、まあまあよく見て4円ぐらいにしようか、まあ5円どうしようか、5円にすると5000部っても2万5000円か、うん2万5000円だね、525、2万5000円でしょ、2500円、5円かける5円かける2500だで、あちゃ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 全然違うわ、5×20、5円かける2500でしょ、1万2500円だ、間違えた、ここえあ、そうそうそう、2500部だもんね、間違えた何しゃべってんだ、取れてるよね1万2500円ね、2500部だから、うん、だって1万2500円で一件も来なくいいよ、多分最初は本当に、だけど例えば1万部吸っといて、あのまとめて吸った方が安いから、で2500円だったら4回打てるじゃないですか、
で月に1回打とうとか2ヶ月に、あ、1ヶ月に2回打とうでもいいんで、あの戦線広げて戦わない方がいいと思う。うちリア愛知県、愛知名義で戦ってるじゃん。だけど規模感も違うし、そのまあね、同じ町内、今これ愛知県の子も 見ると思うんであれですけど、あの愛知県でうちとねエリア同じようでやって10万円かけて一気にガーンって何々区港区打つとかね、何々区打つってやったって、まあしょうがないから、まあしょうがないってことないけど、うん、まあまあ勝ち目がないよね、うちと戦っても。だからもう町で一番の塗装屋になろうでもいいじゃんね、そこから。で出て知ってるしね、うん、でまあこの間話したのと同じで、だから人を大切にしろよとか、そのコンビニでね、おるじゃん、俺も従業員とコンビニ行くとよく言うんだけど、お前コンビニでもお前そんな偉そうにすんなっつって、なんかさ、しょうもないやつってそういうとこで偉そうにするじゃん、飯屋とか店員とかに、ね、ダッサいなお前とかってよく言うんだけど、うん、なんかね、かっこいいスマートな男になりたいなって、まあこんな格好してるやつが言うことじゃないけど、まあまあそんな感じですよ、うん、何の感じかよくわかんないけど恥ずかしかったよ、一人でこれやってるから、ちょ、これ部屋で一人だからね。でまあ2500で、まあ、同じ町内に月に4回打ちゃ1万2500円なんで5万円か。じゃあ1人は絶対来るかな。うん。まあ来るでしょ。うん。で、1人来たら、まあ、まず十分じゃん。そっからスタートだしね。で、その人がまたいい仕事しや紹介してくれるかもしれんし。うん。で、僕らも今でもやっぱ聞くよ。お客さんとかと YouTube 撮ってもらってると、ね、お隣さんはなんか近所の塗装屋さんに頼んでこんだけの金額でやってもらったって言って。で見るとさ、綺麗なとこあるんだよね、うわ綺麗じゃないですかって言って、でいくらですかって言うと、やっぱこれぐらいの値段って、マジっすかって、まあうちは無理だなそれとかいう時もある。うん、なんかいるよねたまにそういう人、まあ一人でやっててもうなんか1万5000円に並んでもいいやみたいなね。その代わり多分町内でやってるからガソリン代とかもかかんないでしょ、うん、でそういう人もいるし、うん、だってまあそれはそれだから、もうその人でやった方がいいんじゃないと思うしね、そんないい人が思うんだったら近所でやってもらったらいいんじゃないですかって本当思う。嫌味じゃなくて、で僕らは僕らでその困ってる人たちを助ければいいでしょ。どこに頼んだらいいか分かんない、今でもおるじゃん訪問販売とかね、いろんなところに頼んでる人がいるから、まあその人たちに向けて僕はアプローチしてこれ折り込みチラシを売ってるんですよね。だから別に近所のねいい塗装屋さんが安くやってくれるんだったら俺は絶対そこ行った方がいいと思うし、うん、まあ一つはそこかな。もうだいぶ喋ったね、おい27分も喋ってるんじゃないか。そうそうそう、最後でそのね最後にこれちょっとまあ俺長くなったけど、これ産業用務新聞ってあるんですよ。でこれを取った方がいいですよって話をしたろうと思って、年間購読で2万円、まあ産業リフォーム産業新聞ってネットで検索したらいいんですけどね、まあこれね記事にしていいのかどうか分かんないですけど、あ記事じゃなくて音声にしていいかどうか分かんないですけど、まあ後を絶たない特商法違反、まあこれ見れるね、OK。 まあこれ何って言ったらさ、まあこれもう社名全部出たけどさ、まあこれいいなと思って、だってこんなまあこれ業務停止命令食らったっていうのは屋根の点検不安を煽り改修提案でしょ、でリフォーム会社の特商法違反がなくならないって。だけどこれもう本当に俺はもうよくお客さんのところで訪問販売がどうのこうのとかって言ってもそんなんもう今時ないでしょって言うんですけど、もう何もでもいるからねって。本当にこれだって業務停止食らったのなんかこれ何年、この1年でしょ、うん、1年、あじゃあ2018-19年度に特商法違反で処分された企業で、ね、多分違反された企業俺知らないけど、名古屋にも1社載ってたかな、愛知県名古屋市ね、まあ、社名はもうさっきテキストで打ったで、まあ、俺あんま言わんほうがいいのか、俺ちょっと訴えられるのかな分からんけど、もう書いてある記事の人だけだでいいと思うんですけど、だけどなんちゅうの、もうこんなんあのごく氷山の一角でしょ、だって相当でかい会社でしょ多分こういうところに出てくるってことは。だからもう2、3人とか5人10人の営業までずっと取り組みやってる人って結構いるもんね。でもう名古屋はなかなか厳しいで、外の県岐阜行ってるとか静岡行ってるとかもう聞くし、いるよね結構大きい会社でもあるよね訪問販売業者ね。でまあこれお客さんも聞いてるか聞いてないかわかんないですけど、あのもうまず営業マンに歩合でやってるから、やっぱ歩合のところってさ、一つそのいくらで取ってもいいよとかもあるんだよね、ひどい会社は。でその利益に対して、例えば原価が100万だったら100万以上で売ったらお前半分持てっていいよみたいな
会社って結構あると思うんです。ごめんなさい、なんかそのカメラの設定でなんか30分で停止しましたって一回停止しちゃったな、これ。そうするとこれノーカットでやんないんだよね。なんか貼るソフトみたいなの作らなかったんで使うんですけど、まあそんな感じです。まあ本当ちょうど終わろうと思ったところでちょっと切れちゃったんで申し訳ないんですけど、だからまあ、まあ一つは職人さんたちとかこれから独立しようと思うとね、こういうことはやんない方がいいよね、絶対。これは本当にもう絶対に、まあもうこれで儲けてるやつもおると思う。わかんないよ、その。でもお金儲けやって、でも後ろ指さされとったら楽しくないもんね。だからまあ、まあ折り込みチラシだなんだってやるんだったら、それはやったらもう絶対に生き残っていけないと思うよ。いい仕事しないと。もう看板出して歩くのと、やっぱ営業マンが飛び込みでなんか、なんか言っとったなって、社名わかんないでしょ、飛び込みだと。結局言っても。だけど、こうやって折り込みチラシ何回もやってるのに悪い噂って立ったら、もう本当うちもね、悪い噂が立ったか立ってないかって立ったこともあるんですよ。本当に昔こうやって急成長しようっていうのはやっぱ品質も悪くて、なかなか職人さんとか営業の教育が追いつかずにお客様に迷惑かけたこともいっぱいあります。で、僕お客さんと本当に言い合いになったことも本当にあります。だから、まあそのね、信念を持ってやればいいと思うんですけど、どんなことも。ただそのもう悪いことやろうと思ってるんだったら折り込みチラシは本当もうやんない方がいいし、まあ僕はまあこっちの方が近道というか人生楽しい方向に行く方がいいと思うんで、まあその自然の摂理でしょ、朝日が昇ったらなんか日が沈むみたいなのと同じで、人のために生きないのに成功するやついないよね。だってまあお金持つか持たんかなんていうのは大した成功じゃないからと思うから俺は、だってそうでしょ、友達一人もいないけど、ね、金の延べ棒100個持っとってもさ、お金持っとっても一緒にお酒飲むやつもいなかったら楽しくないしね、腹割って話せるやついなかったらね、ベンツのね、何千万のベンツ乗ったけど別に道路で走ってて俺かっこいいわって自己満なんてつまんないもんでしょ、だから、まあ話余談になりましたけど、まあこれリフォーム新聞はいいですよっていうことと、まあ本当にあとは折り込みチラシはもう絶対やるべき、ちょっとこれから独立しようと思ってるんだったらやるべき。で、今度来週の金曜日か、まあこれこの動画が回ってるのといつかわからないんで日付言っとこうか。で5日だね、6月5日の金曜日8時にしようかな、8時放送のライブでは集客について結構詳しく話そうと思いますので、ただもうね、ライブだとコメントがブワーってくるんで、なんかもうなんかそわそわするんだわ、なんか本当にコメント見てたら。だからあんまり内容濃い話できないかもしれないけど、まあそんな感じです。またねー。